はい、できました。今日のあちゃんちの晩ご飯、鶏の、さっぱりおろし炒め、雷豆腐、ダブルネバネバのサラダ、お味噌汁、風のお味噌汁、まあ、いろんな出汁とかですね。で、ぬか漬けはきゅうりとオクラとナス、で、つるむらさきとオクラのおひたし、またね、かつお節かけて、醤油かけて、いただきます。では、いただきます。鶏も雷豆腐も大好評。ちょっとね、今日何で味付けしようかなと思って悩んでんねんけど、お塩をね、よし、大地の恵みのトリュフ岩塩を、これ前にも買った気がするんだけどな、あんまりね、トリュフの風味がね、してへんかったと思うな。ただまあ、これはね、岩塩やからお肉とか野菜に合うかなとは思うんだけどね、結構するぞ。やめてみましょう。うん、悪くはないね。オリーブオイルね。そうそう。いいオリーブオイル買ったんで、いいオリーブオイルかけます。基本もオリーブオイルちょっといいのを使う。サラダにはね、やっぱりいいのを使う。一番いいな。ねえ、ちょっと。オリーブオイルをかけて、オリーブオイルコレクションが一本増えたよ。で、ここにね、ちょっとトリュフ岩塩をパラパラとかけます。いただきます。マスクいいやん。かっこいいな、あれタイガースマスク。タイガーマスクみたいな略してやタイガースマスク。みっちゃんはまたね、冷やおにぎりです。これね、ニンニンの失敗しちゃってさ、ラップにぐちゃぐちゃについちゃって、ね、おいしい。トリュフガンに、うん、あっ、このオリーブオイルめっちゃおいしい。レビューそう。うわ、出しすぎだ。うん、あのね、トリュフのなんていうかな、あの青臭さとね、フルーティーさがすごい出てる。うん、オリーブオイルやのにね、何やろ、オリーブオイルやのになんかリンゴとかのフルーツみたいな香りがすごいふわってするの。オリーブの旨味がすごいな、これ。おいしいおいしいおいしい。うん、このオリーブオイルおいしいわ。買って正解。ちょっと高いな思ったけど、悩んねんけどね。うん、これ塩ない、オリーブオイルだけでも食べられるかな。ニューラーおいしいね。うん、じゃあ、アグニオ、アグニじゃないか、海のせいをパラパラっと、まあいつものパターンやけど、海のせいをかけたこのオリーブオイルってどうなるかな。うん、間違いない、いつも同じ。オリーブオイルは風味すごい広がるな。すぐかけようかと思うんだけど、すぐかけるのもったいないぐらい。つながってる。うん、うん、ね、おろし鶏の、いける？おろし鶏。うん、おいしいやろな。おろし鶏めちゃくちゃおいしい。雷豆腐いいなぁ。おろしと一緒に。
方がいいかもしれない。うん、おろしが微妙に辛いところが美味しい。ね、うん、おひたし。みかんは持ってきたかったな。おにぎりちゃってもらえばバラバラやん。玄米ばらけんねん。これ、トリュフ岩塩が美味しいな。岩塩サラダに美味しいな、やっぱり。大地の恵みとトリュフの香り。塩辛さがマイルドで、岩塩、海水塩は結構ガツンと辛いとかあるけど、特に見ませんね。アグニは結構マイルドに辛いんですね。そうですね、アグニも開けようかな。ちょっと必要やしない。アグニ開けます。視聴者さんにいただいたね、これね。アグニの塩、お久々やね、アグニ。アグニの塩ね、やっぱりね、ちょっと粗いねんね。アグニの塩ね、あれがないのよ、ジッパーが。だから、ジップロックの中に入れとかんとね、こぼしちゃうんですよ。入れとかないといけないね。舐めます。このマイルドさ、にがりの塩の苦みと奥にマイルドな甘さが合うにね。間違えてお茶を飲んじゃったわ。こっちは水は。これは海のせいね。海のせいの方がやっぱガツンと辛いね。アグニの方がやっぱりマイルドさがあるね。美味しいね。アグニの塩かと呼んで。美味しいね。これで食べよう。美味しいわ。ご飯にちょっと塩かけます。玄米もね、ミネラルたっぷりやけど、さらに玄米を煮とお味噌汁。味噌汁美味しい。
ちょ、笑けるぐらいお味噌汁美味しいわ。一人噛みますゴリアン持ってくなせながら。阪神のマスクかっこいいやん。売ってへん阪神のファンショップで。なあ、ちょっと欲しい。サイン入り欲しい。あっちゃんねるって書いてある。あっちゃんねるって書いてあるわ。これあれやん、黒マスクやけど。巨人はあれやん、ジャイアンツ黒マスクやんか。あれもジャイアンツマスクやったやん。あれちゃん、タイガースマスク学校につけていってんので、3日ぐらいタイガースマスクつけてタイガースマスクって、3日ぐらいタイガースマスクつけていってん。3回目はボケてる。うん、3回目はボケんね。目も、目も口も全部開いとる。資料やもん。資料や。顔隠したんだもんね。学校行くよりもいいじゃん、通学恥ずかしいんじゃん、うん、わざかけて行ったったりフライングボディアでかすれ違う人みんなにして行くの、うん、学校行くまで疲れてまうわ。汗だくで一回保健室に休ませてくれる可能性もあるよ。マスクつけて運動したらあかんよって言われんね、うん、いや破いちゃうから最高の時マスクつけない、うん、もうさ、免許更新権がさ、うん、もう一回テスト受けようよ、ね、甘い、うん、更新権忘れてたと思うな。結局試験でさ、合格してさ、資格持ってたらするやん、うん、資格持っててもさ、何十年前の資格でもさ、うん、今のやつ関係ないやん、変わってるしな、うん、そんな若い先生じゃなかったらな、うん、やぶ医者になっちゃう、知識ないから、うん、やるよな。雷豆腐めっちゃ美味しいよ。簡単やしね。うん、やってみて。いいよ。雷豆腐美味しいな。うん？めっちゃ美味しい。買った。ちょっと前よ。空気。今日のお味噌汁めっちゃ美味しいね。でもこれ多分食べられると思う。よよよ。おひたし。おひたしだ。ん？鶏肉も残ってんだよ。この丸っこいやつは。オクラ。美味しいやろ。イカルもオクラもおひたしでいけんじゃん。簡単。いや。悔しいから。ああ、もうじいちゃんこそがくれんわ。ホームラン打った最優勝したの全員がストライクしたの、うん、ミスもないし今日機嫌悪い。いやでも今日花見とったから機嫌かかない。いや、絶対機嫌。負けたまたって言ってる。ひがちょこれ持ってみ。前もオクラあるからオクラ食べてみ。いけると思うね。前も巨人負けた。今大根しか食べてない。そんなことない。ちょ、オクラあげて。まあ、あんしたってもうオクラいけるって。じゃあなんでカツオだけ食べてオクラ味噌汁入れられ。オクラ美味しいって。オクラあかんだったん。何おひたしがあかんの。うん、おひたしの下の草の味で。せえよは草の味でないやね。鶴紫？うん。社会人の常識だ。社会人の常識みたいな。何？うん。なんかは
食べへんときは、かたくなに食べへん。ご飯もういらんの？豆腐いらんの？雷いらんの？ジブリっぽいな。うん。ジブリですもん。顔見やんでもジブリやっていい。首か。エンドしないです。エンド掘らない。エンドアウト。コロナ感覚や。ジブリってあんまなると思うね。ジブリってなんか。量が足らん。アホみたいな、あれね。ちゃん、難しいやん。アホにはよう分からへんよ、今。無駄に凝ってる。ああいうまだファンタジーないよ。でもさ、あんま売れてないみたいなさ、作品あれやんか。僕すごい。しっかりのもさ、よう分からへん。この人が作ったのに急に展開されたらね、あれが作ってるこのデザインしますよ、5万円で、うん、美味しいよ、マジで全部覚えておいて雷豆腐って、まあ、豆腐だけやのにこんなに美味しいの、ね、なんかコラボした時にイエス一気買える気がするの、うん、あの感動をもう一度ってやつやイエーススクラッチと言ってるやん、やっぱ江戸のご飯は体にいいよ、実は必須にギャンブル今日え打って昼間に気づいてる江戸のご飯って体にいい今江戸のお飯はな、体に江戸いやもうええよ今日昼間万ちゃんじゃだだじゃだじゃだじゃればっかり言うし、帰ってたら両方だじゃればっかり言うし、もうだじゃれだまんや、あんな今日なふっと思ってたな、江戸のって白米食べてんね、でも江戸の白米って精米技術がないやん、瓶に米粒入れてな棒でつっついてな精米しとってんやん、だから、まあ、純白米にはならんやん、いわゆるゴブ好きとかやん、だから体にいいんじゃん、知るか純あれやで、なんかこういうボールに入れてな、野球ボールで釣ってたね、え野球ボールで、あ玄米から、うん、あ、それ授業で、いや、なんか自由時間に、あの小学校かなんか忘れてんけど、うん、あれやね、あの職員室の前ですね自分で狭いとった職員室の前で座ってな授業でもなく、うん、俺が先生だって言ったらな、そんなわけない、ちょっとそんな昔じゃないわって言われた先生世代かっこよそう、うん、あ、今日じゃあ厚揚げ行こうね、厚揚げ食べようね、明日食べよう、よし、明日厚揚げ行こう、厚揚げはうまいぞ、厚揚げ料理ったら熱々厚揚げんか、うん、厚揚げ美味しいね、しらす前嵐山でさ、厚揚げをしてから取ったら君らが全部食べてる、覚えてる、うせえ、それぐらい美味しかったもん、嵐山ね、ブログのところまだ、動画をする前やね、嵐山行ったらね、その時、うん、女の子で行ってたよ、お母さんとして行ってたけど、うん、あの頃は厚揚げ美味しかったのに、うん、オルゴール感行ってさ、突然涙出てきてさ、なんかわからんけど、オルゴール感でオルゴール聞いとったら涙出てきて、うん、オートマタが良かったな、感動したな、オルゴール感のオートマタ良かったな、覚えてない、記憶でございません、赤い緑あるだろうに、何がオルゴール感、オルゴール感、うん、行ってきますよ、あの
昔のなクラシックのオルゴール、こんな版入れるやつとか、オートマタの人形が動くやつとか覚えてない？え？なんかね、最近暑いし、冷やご飯が好きや。子供にはね、ちゃんと温かいご飯出してるよ。たっちゃん一日遅れの冷やご飯食べてねえの。明日から冷やご飯おにぎり食べるのやめよう。お茶碗にちゃんと入れよう。食べにくい。あれ、しかみのもんとちゃうの？これ、あれ、君でしょ。あなたに50万円入ってプレゼントと言いたかったですが、私はこれを伝えなければいけません。50万円何だろう、この人？違う、ちゃうの？みのもんだから。みのりかわのりおえ、みりおね、知ってた。でも行きたくなりたそうだな。一回見たときにさ、腹立った。おいしい。なんかね、ほんまにね、もちろん肉もおいしいよ、おいしいけど、ほんまに豆腐とか、塩とオリーブオイルだけで素朴に食べる野菜とかがすごい美味しく感じるようになってきたの。今年夢したのかな。夏井さんもいらんわ。ちょっと前々さ、夏だ、肉だみたいなイメージ、バーベキューだみたいなあっちゃんやってんけど、最近でもバーベキューとかでもこれ素食でいいや。ビールの黄金比ってないね、楽しみ。ビールの黄金比が存在しない。美しくねえから黄金比ってこんなに。アクビーツの方がいい。ビールを黄金比って言ってるやつはさ、舐めとるよ。自然現象ね、舐めとるよな。ビールを黄金比って言ってる。出た。ここはさ、正しいこと言ってない。正しい。今日味噌汁忘れてる。鍋。美味しいでこれ今日の。作って味噌汁みたいな味しちゃせえへんよ。何味噌汁。おいしいよ。洋風なもん出てこないのかよ。オリーブ入れたのか。合うね。いや、合うかな、合わへんけど洋風になるから、ね、洋風になるよ。やったのか。よいよいよい。自分の入れたい。自分でたまに、いや、でやるよって言ってならへんなあかんから。口約束もやくそ。イタリアスープになったわ。いや、ちょっとだけ食材飲み、もうね、ちょっと一口だけ飲み。イタリアでも、もう飲まへんのかよ。もう目の前なんかシチリア海が見えてくるよ。ピレネー山脈から風が吹き下ろしてくるよ。毎日でお味噌汁にオリーブオイル合うねんで。味噌とオリーブは体にもいいし、吸収力も。そこのじゃこのなんか粉があってジャ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 、これがそれで美味しいね。
オクラのぬか漬け最高に美味しい。オクラのぬか漬け食べて群馬東北歌舞伎で入ってんね、うん、そんな見てたか髪型が、うん、アグリの塩振りかけた玄米噛んだらめちゃくちゃ美味しい。牛タン、牛タン食べたいな。今肉いらないだけど訂正するわ。いやこれ美味しそうやん。はらこご飯、酒といくらやで。ここ行ってん、うん、ヘッドバンキング。あ、そうなんや、うん、バッツ。なんで？いや、微妙。うまい。うまい。うまいやろ？いや、まあまあ。なんやねん。オリーブ入れる？いや。なんか、微妙よりもまあまあ。このオリーブめっちゃいいやつやね。めっちゃ美味しいで。そんな？え、今日こうてん。そんな？うん。生で食べるオリーブオイルは、いいオイルを使った方が出てる。オリーブオイル甘すぎじゃない？うん？でちょっとリンゴの味すんだよ。あ、そうですか。どう？変わらへんで。いや変わったかんね、がっつり。ほんのり薄りで。じゃあ美味しいなよ。もうちょい入れる？バカやから。うん。まあ、体にいいからいっぱい飲んでもいいけど。体に塗るわ。塗ってもいいね、リンゴは。うん。リンゴってさ、マッサージいいですか？マッサージも使ってよ。すごいいいからな、オリーブオイル。ただ気をつけなかったのがいいのかな。オリーブオイルピンキーやから。どう？わかる。今日も美味しいし、まあまあ美味しいやろ。多少は食いですね。うん、十分にこんな対策をなんちゃしたら、なんちゃらって書いてあって。誰も三ツ矢しますくんもいないもしてないやこれ。対策を行った上でのって書いてあるね。もうそういうのいらんちゅうになってるんだけど、もうあれやなんかカッパに取ったって言えばええやん。そういうの1年前に取りましたって言ったらええやん。いや、かかんないええねやん。でもかかんない、怒ってくれ、怒ってきた。あのクレーマーお断りって書いておいてええねやん。過去やん。ほんまや、2014年やん。いや、これは過去やん。さっきのは現代です。めんどくさいクレームあるからね、もうこれね、マスクやマスクやで、うちにもマスクポリスおったけどさ、クソみつね。自分かからへんならええやけやん。そうやん。人によって何人だ。そうやん、自分だけ守っとったらええねん。結局人はかかっても、なんか発掘されて病院行くとかそういうレベルやん。だから自分がかからへんだらアクションにかけることはないから、うん、かからん努力をせえっちゅうんだよ。メガでもかけやんと。要は、そういう人ら、うん、人を、けなしたい。うん、ただそうそう、人に文句で、自分がしてるから、自分我慢してるから。目が消えたらまた別に目標に。そうね、うまそうやな、これ。今の人に結果、目気がついやった。外はカリカリになったら、中はスッと言ってくれさ、うん、中は外はポロポロ、中はカリッだってあかんの。つかめくんやろ。つかんだら気持ち悪い。わかんないか。え、なりやん。うん、ギャップやん。もうなんか、端っこ開けてるやん。うん。端っこ。油揚げ用に作った木綿豆腐やって。一晩水切るって、すげえ。水切る、一晩水切る、うん、マジか。これ今日 あの花火大会の間水切りするね。水切りしとったら花火始まったから。仙台の牛タンだけじゃないん、うん、仙台は油揚げやねん。今度仙台って油揚げがいいんだよ。仙台な、うん、あれは宮城しか行ってないよ。さっき仙台とったで。仙台はあれだっけ、うん、ゲームのことしか分からない。10分、豆腐10分揚げんのか。へぇ、
揚げたて食べんねや、それは美味しいわ。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯、まあ、もうちょっとサラダが残って、ゆっくりね、またつまみながらテレビ見ます。酒飲みたいけど、もう今日は明日ロケや。ほら、今日は、まあ、鶏肉は炒めたものの、あとまあちょっと和な、江戸チックなものを食べました。やっぱり玄米食べるとね、野菜とかこういう江戸チックな素朴なものが、なんか雷豆腐がめちゃくちゃ美味しかった。例えば玄米の風味があっちゃん好きやわ。みんな玄米臭いとかブチブチするとかってよく言って食べられへんって言うけど、逆にあっちゃんあの玄米のなんていうのか、こう独特の風味とプチプチした感じが好きで、玄米すごくいい。体が干してんのかな、やっぱそれ体がちょっと今玄米を干してる状態なのかもわからんね。玄米嫌いとか言ってる人、ぜひ玄米食べてください。我慢してでもいつか好きになります。絶対玄米食べる方がおかず野菜とかが美味しく感じられる。白米で食べてるとどうも調味料に依存してしまう、でも玄米を食べると素朴な素材の味を求めてしまう。もちろん何を使うか言ったら海塩とか岩塩を振りかけただけの野菜とか、醤油だけで味付けした雷豆腐とかね、まあ、ごま油とかね、とかそういうものがすごく美味しく感じる。お漬物なんか最高に美味しいね。お味噌汁がめちゃくちゃ合うね。これ白米食べとったらね、そんなよりやっぱりもっとこってりしたもの、脂っこいものとかと肉とかを欲してしまうんやけど、子供もね玄米食べるんだから江戸飯すごい喜ぶね。っていうことはやっぱり玄米っていうのはおかずに関しても素朴なものを求めてしまうところがある。だから体にいいかもわからへん、肉は体に悪いからね、はっきり言って食べなくてもいいようなもんやねんけど、でもやっぱり嗜好品やから食べたくなってしまう、だからもちろん子供も時々肉は食べたがるけど、毎日毎日肉欲せへんし、今回も結構他の野菜とかも食べる。ヒカはやっぱりね固くない食べへんけど、お味噌汁の中に入れた大根とか人参は喜んで食べてたしね、そんな感じでね、やっぱりうまくこう野菜を食べるには玄米大事なんじゃないのかな、まあ玄米ってすごく体にいいねんね。もちろん今回あっちゃんは今回とかずっともう、まあ、フル玄米で言ってるんだけど、江戸の精米、瓶に入れて棒でツッツキツッツキして精米したやつだから、多分三分とかね、よくつけて五分もつけたらええ方やと思うね、それぐらいのなんていうのかな、五分好きぐらいのさ、白米じゃなく、ぶずき米っていうの、ぶずき米みたいなものができてくる。それを食べてるからこそ江戸の人たちっていうのは変に糖尿病にならへんかったりとか、今の現在病になってへんのじゃないのかなと思うんでね、癌に関してもね。で、まあ、もちろん持病かどうかって言ったら今の方が長いかもわからへんけども、江戸でね糖尿病になったって話あんま聞かへん。もう文献ってあんまり残ってないね。でも江戸の人間って1日1人5合とか食べたっていうね、それぐらいお米を食べてんのにね、糖尿にならへんのはなんででしょうかね。なんかお米が糖尿になるというのはあっちゃんはガセネータやと思ってる、ということでね、髪の毛がベタベタなんていいだね、もう早くシャワーしたいわ。ということで今日のあっちゃんの晩ご飯この辺で終わりしたいと思います。食ってすごい大事やなって思い出したあっちゃんでした。これからもねいろいろ出ても外食もするけどもちろんね、だからそうやってこれからは食を大切にしていきたいなと思うあっちゃんです。ごちそうさまでした。ということで今日のあっちゃんの晩ご飯、よかったと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。